画像解析は、医療、防犯カメラ、自動運転や逆走検知、建物の劣化診断、人の動線解析、この動線解析というのは、住環境のデザインの支援であるとか、避難行動、マーケティング、行動解析、こういった事柄に使うことができます。非常に画像からはでですね多くの情報を読み取ることができて 今ネット上でも大変画像があふれておりますが今猛烈な勢いでこの画像にコンピューターが自動で意味付け自動解釈をやっていますこの画像のですね意味付け自動解釈というのはなかなか難しい作業なんでありますけれども随分技術が進歩しておりまして一部の分野では実用化ができています皆さんもよく知っているように顔の認識とか あるいは車の自動運転のシステムこういったものがよい例になると思いますこのように実世界の現象を数学モデルを立てて表現してこの数学的構造を解析して解いていくとこういうことをやっているんですねこの画像解析に関係する学問として皆さんが高校ではあまりやらない学問として制御工学とかあるいは交流回路というのがありますその大学学でやるこの制御工学とか 交流回路についてちょっと垣間見てみましょうまず最初にこの制御工学ですけれどここに一つの数式がありますこの数式は皆さんが高校でやっている数式とほとんど同じです右辺の第1項を見てもらうとこれ X と書いてありますがこれは制御でいうといわゆる今の状態ですそれから右辺の第2項はこれは将来に対する未来への入力ですこの2つの項にですね今大文字で A とか B とかかかってますがこれ行列の係数ですこの行列係数をかけて未来の状態この xk プラス1でありますがこの未来の状態を計算で求めましょうとこういう数式なんですねこれで今の状態から将来を予測することが計算でできるんですこのように制御工学というのは実世界の現象を数学的モデルで表現をして これをを解解析ししてて問問題を解いていきましょうううとそういう学問なんですこの数式には行列がありますので写像とか行列とかベクトルとかそういったものを使いますしいわゆる皆さんが数列で勉強する全化式になりますさてもう一つの例は交流回路ですこの交流回路も実世界の現象を数学的モデルで表現をしてやるんですけれども大学ではこの交流を複素数で考えます でこのいわゆる交流は特に正弦波はです、ね、ここに書いている複素表現 E の i オメガ t なんですけどこれ E の i オメガ t は時間とそれから実部と虚部この3つの空間でこの真ん中に書いてあるような螺旋状を描きますこういったことを大学で勉強します交流にかかる電圧というのは電流よりも位相が進むんですけどこういったことを大学ではベクトルを使ってお話をしますこのように物理 直流改良、直列や電圧、電力関係、ベクトル、複素数、こういったことをやります。皆さんの今、高校でやっている学問というのは、大学と非常に密接に関係しています。